こんにちは、伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は一重って何を着るのというお話をさせていただきます。一重の季節である6月とか9月は何を着ればいいんですかということについてお話をいたします。一重のものというのはお着物の他に帯、それから長襦袢、半襟、帯締め、帯揚げが主なものです。これらのものを一重用に変えていく必要があります。もう一度お伝えをいたします。お着物が一重の着物に変わります。それから長襦袢が一重の長襦袢に変わります。また帯も一重の帯に変わります。帯締めと帯揚げも一重に変わります。そして長襦袢についている半襟も変わります。今までの塩背から炉の半襟に変わります。これが一重の季節の着姿になります。またバッグやお草履もいかにも冬物ということではなくて、6月の季節にふさわしい爽やかさとか、7月8月にふさわしい涼やかさ、夏らしさが必要になってまいります。少し具体的に中身をお伝えいたします。まず一重という季節ですけれども、6月と9月が一重の季節と言われています。はい、着物の決まりということで固く考えがちですけれども、結局暑い季節になってまいりますので、真夏のすごく暑い季節の前の少し暑い季節にはやはり裏地がついてない方がその季節の湿度や温度に合うということになりますから、そのようにしたものが一重のお着物であると言えます。一重のお着物になると何が違うかと言いますと、裏がついていないですね。これは一重のお着物ですけれども、裏がついていませんから、ここに裏地がついていません。そして胴裏とはっかけもついていませんので、本当にお着物1枚です。お着物1枚で襟だけ襟裏という裏地がついていますけれども、1枚のお着物を着るということで裏地がなくなりますので、その分涼しくなります。これが一重のお着物です。次に長襦袢も変わります。長襦袢も今までは裏地がついたものを着ていたんですね、冬の間は。それは結局暖かさを取るために裏地がついているということになります。で、裏地がつくとそれだけ強度も増しますので、その方が都合が良かったわけです。ところが暑い季節にはたくさん着れば着るほど暑いので、裏地をつけない一重の長襦袢になります。こちらの動画を見ていただくと、その内容がご覧いただけると思います。はい、長襦袢も私が今着ているのがそうですけれども、裏がつかない、裏地がついていません。裏地がついていない長襦袢になります。合わせのものは袖のところと、それから背中ですとか下半身の部分に裏地がついているんですけれども、そういうものが全くついていない1枚だけの長襦袢ということになります。そして長襦袢は生地が1枚になるだけではなくて、襟も変わります。合わせの間は主に塩背という目が詰まった襟になっていますが、それが炉の半襟になります。塩背から炉の半襟に変わります。炉ちりめんのような生地もありますけれども、主に炉の半襟に変わるということです。生地が変わるんですね。はい、絵が描いたものですとか色がついた半襟ももちろんございますけれども、夏物ということでお探しください。はい、ですから長襦袢についている襟を変えるということです。それから帯が変わります。帯も今までは合わせ用の帯でしたので、何が違うと言いますと、生地がやっぱり塩背調の、生地が多かったんですね。そして織の帯の場合もしっかり目が詰まったものが多かったんですけれども、涼しさを出すということで、染めの帯の場合もこうざっくりとした生地の風合いになってまいります。織の帯もざっくりとした風合いのものになってまいります。ということで一重の場合の帯の生地が変わります。それから柄が変わります。柄に関してはこれは他の動画でもお伝えいたしましたが、すすきの柄になります。すすきというのは秋の柄ですけれども、お着物の場合は早取りをするということで、秋の柄を6月に着たり、それから7月8月に着るようなことをいたします。でこの帯は夏にも使えなくはないのですけれども、私は一重として使っていますので6月と9月に使っております。後ろもこのように、はい、すすきの柄になります。一重になりますと、一重の独特の気境ですとか鉄線とか金魚、ひまわり、いろんな夏らしいとか一重らしい花柄や動物や虫なども描かれた柄が出てまいります。ということで、柄を楽しんでいただくお着物の世界としては、一重の季節、夏の季節は柄が一層楽しめる季節になります。このように帯が変わります。そしてまた帯締めと帯揚げも変わります。帯締めと帯揚げも一重と夏のものになります。ただし帯締めと帯揚げは一重夏も使えるし、それから一重でも使えて夏も使えるというものが多いです。私のこの今しておりますものも一重でも夏でも使えますし、この今帯揚げをしておりますが、これも一重でも夏でも使えます。これは夏っぽいですね。はい、夏に一番活躍いたします。こちらは夏よりも一重がふさわしいと思います。これは一重用で、合わせの季節には使いません。合わせに使うにはちょっとクール感があるという感じです。そしてこれもしっかり組まれているんですけれども、こう目が詰まっていないということで涼しさが出るので、これも一重夏に使っていただける帯締めです。これはロチリ面で作っていますので、本来は一重用ですけれども、一重の季節だけではなくて夏にも使っていただける帯揚げになります。日よけのコートを着たり、日傘を持ったりということになりますし、お草履も涼しげなものに変えていただくことになります。でバッグに関しては、はい、お着物用のものを持たれる方もいらっしゃいますけれども、お洋服用でも兼用でもお使いになられる方も多いので、あまりこう暖かさが感じられるバッグではなくて、日差しに対して冬っぽくないものをお使いください。それでよろしいと思います。こんな感じです。こんな感じでおります。こんな感じでおります。はい。これがお草履です。はい。白い花尾に、はい、グレーのエナメルのお草履です。これですと年中夏にも一重にも合わせにも履くことができるので、私は愛用しています。新緑の季節です。はい、一重の良い季節になります。風が爽やかです。はい、お着物で外を歩くとこんなにいい感じ。今日の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひコメントをお寄せください。また評価ボタンもお願いいたします。高評価ボタンをいただけましたら大変嬉しいです。またぜひチャンネル登録をしてご覧ください。チャンネル登録をしていただきますと、新しい動画をアップした時に自動的にご連絡がいくようになっております。またインスタグラムで着物フォトコンというコンテストを開催しております。お着物に関する画像を静止画でも結構ですし、動画でも結構です。インスタグラムにハッシュタグ着物フォトコンと書いてアップしていただくだけで応募していただいたということになります。それを集計して優秀作品にプレゼントを差し上げます。また6月からの新しい募集に関しては、アニメ着物というテーマでも募集させていただきますので、アニメ着物の画像や動画もぜひご応募ください。それではまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。